皆さん、このぷっくりと膨らんだ小鳥やお花の羊毛刺繍をご覧ください。とっても可愛いでしょ。今回ご紹介するのは、この可愛い作品を作られた羊毛フェルト作家の高田豊香さんです。それでは高田さんにお話を伺ってみましょう。どうして羊毛フェルトを使おうと思ったのですか？羊毛を使っている理由なんですけれども、まるでこう粘土のようにいろいろなものをいろんな形にしたりとか、こう布に落としたりすることでも自分ができなかった表現をうまくしてくれるのが羊毛だったので、もうとてもいい素材だと思って皆さんにも使っていただきたいなと思っています。どんな道具をお使いですか？はい、フェルトパンチャー一本針を使っています。でフェルトパンチャー一本針のいいところは、そのままの針のままで持つよりもこう指の油で酸化したりとかせずに長く針を使うことができるということと、ホルダーがついていることで疲れなく長く思ったものを刺繍できるっていうところが利点だと思っています。パフールについてお聞かせください。パフールは発色がとても綺麗で独特のツヤがあるので、作品がとても全然仕上がりが違ってきます。でとても柔らかなので、こう作品のレリーフ感を出すにおいて、盛り上げたい部分とこう締めたい部分っていうのの表現が繊細にできますので、その点においてはパフールは本当に素晴らしい羊毛だと思っています。今後の活動についてお聞かせください。羊毛刺繍の楽しさを多くの人に知っていただきたいと思っておりますので、講習会を行ったりとか展示会をで作品を発表していきたいと思っております。高田豊香さん、ありがとうございました。高田さんの可愛い作品と作り方が掲載された大人かわいい羊毛刺繍の作品本は全国の手芸店で好評発売中です。ぜひお買い求めください。